践した虫仲間が、うんうん、お世話になってる昆虫ショップで働いてたらどんな反応するか。ああいいね。何も知らない三森がノーノーと赤羽の部屋の撮影をしておりますね。僕もねレジ前でスタンバイしたいと思います。うん、お久しぶりだ。ひげ剃れてる？まあまあまあ。髪ピョコンとしてない？してない、ね。ボタン最後まで閉まってる？閉まってる。オッケー。どうも昆虫ハウス101号室80です。よろしくお願いします。カメラマンが平岡です。お願いします。そんな身だしなみ気にしてないやん。いつも。ルックスだけやってるから。視聴者には隠してた、はい、大事なことが一つありまして、新しく始めた生き物関係のバイト。はい。寄生専門店バグバグバグズさん。はい。というところで働かせていただくっていうのは配信でね。うっすら1回か2回言ったことあるぐらいなんですけど、それとは別で、ええ、もう一つ掛け持ちで、はい、掛け持ちでアルバイトをすることになりました。まさかまたホストやるの？いや、やってたけど歌舞伎町で人種体験入店。いや、そう、これやってたの。フィーバーデブみたいなのがあるよな。そう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 、1時間に1回ぐらいイケメンたちが上来になってバク転とかするんですよ。なんかね、パフォーマンスをするみたいな。パフォーマンスタイムみたいなんで。お前何してる？俺体験入店何も知らないし、そもそもそういうのできないから、上来にはなったけど手拍子できた。今日はこその話をね。違う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 。まあまあ言ってるんだよ、これも。あ、そうね。はい、ランバーチェックさんで働きます。いや、すごい、あのお世話になってます。そうですね、ランバーさんで、はい、なんか前のお家からの最寄り店舗ではありません。何て引っ越して。俺、割と下手くそやね。神奈川のやってたカラオケのバイトも、うん、神奈川から引っ越した後にやってたから。なんで僕の人生から。でも、あのランバーさんで、ね、ランバーさんで働かせていただける、働かせていただけるということで、うん、それが、明日の月曜日なんですよ。明日月曜日、はい、そしたら、うん、まあ、平岡さんがもう一つのチャンネルでもカメラマンやってまして、やってますね、クワカブの部屋、はい、三森くんのねチャンネルですね。そうです、三森くんのその撮影でもたまたま月曜日、びっくりした。まあ月1回ぐらいランバーさんにね、はいはいはい、あのクワカブの部屋は委託品、うん、委託で、虫を下ろしてる、はい、わけなんですけど、委託してるわけなんですけれども、うん、行ってきます。明日これドッキリするしかないでしょ。なるほど、そういうことでます。激変した虫仲間が、うんうん、お世話になってる昆虫ショップで働いてたらどんな反応するか。ああいいね。マジで気づいてない、あいつ。本当に？そうだから、うん、なんかてっきりもう聞いてんのかなと思ってたけど、はい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 、まあ聞いてたら絶対出すやん。まあお前に言うか、三森くん、まあ久しぶりに今日ドッキリかけたいってもありますし。そうね、やっぱり彼がねサムネ映ってるとね再生数いいんですよ。まあやっぱりいいのか。でも待ってよ、初日やんな、アルバイト。アルバイト初日に、そんなことしていいんですか？いや、別にそれは。いや、事前にめちゃくちゃ聞く。あ、だからもしかしたらこの動画上がらない可能性もあるよ。全然ある。だから、上がったってことは、許しを得た。許しを得てるってことだと思います。はい。はい、流れとして、うん、いつもランバーさんにね、行った時に、クワカブの部屋での撮影って、まあ、4、5本撮んねん、はい。で、1本目、まあ、その委託品を持ってきました動画。うん、撮って、まあ、2本目3本目ってあるんだけど、その間とか結構ね休憩時間とか、ああそうね、なんかタバコ吸ってる時間とかありますね。ある、はい、なんでその時に、うん、まあ、あのクワカブの部屋のサブチャンネル、うん、覗きやろっていうのが、ね、はい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 、あるんですけれども、はい、あれを装って、うん、その八丸は2階の寄虫の、うん、寄虫とかね、はいはいはい、爬虫類がいるとこやんな。そうですね。でそこに俺が誘導することができる。ああ、それいいな。確かになんか不自然に2階行くと、うん、ちょっと多分構えちゃうと思うから、はいはい、そういう意味ではなんかね上に不思議な生き物がいるとかとか、なんか欲しい子が実はいてとか言って、うんうんうん、誘導することは可能です。ああなるほど。びっくりすんじゃない？えとかは言うかもしれない。うん、おかな。いや、そういう第一声を当てろな、これ違うやろ。何なんですか？いや、何が欲しいんですかみたいな感じで、多分、うんうんうん、俺、あ、お前の方にやる、ね、そうそうそう。で、そこから、うん、すぐボケ始めたら、もうそれは余裕があるってことやか、うん、だから、うん、俺と出会ってから何秒でボケるかもしれない。なるほどね。これ、手書きで長いことをテンパって思った方がいい。で、そのボケが何かも予想して。どんなボケやねん。八丸さん、何してるんですか？ランバーで借金したんですか？そういうことか、うん、俺はなんか横にいる店長とかがいたとして、うん、すごい新しいことですかってそっちに言う。あ、なるほどね。じゃなくて、いやいや、俺、はい、ありえるな。どっちもあるな。どっちもこのどっちか当てはまったらあいつ悔しいやろな。なるほど。まあとりあえずじゃあびっくりして1ボケ目までどれぐらいか、うん、で何を言うか。
絶対でもこのどっちかの気するわ。あ、本当に、はい、でこれ以外が出てきたとちょっとワクワクするね。まだ誰も考えつかないようなボケ。いや、そんな俺たち二人だけが考えてるわけやから。楽しみにお待ちくださいということで、はい、はい、続きをどうぞ。はい、あのオープニング映像から翌日ということで、今ランバージャックさんでね働かせていただきまして、はい、初日なんでね、いろいろと覚えることも多い中、なんとかこなして今休憩時間。何も知らない三森がノーノーとクワカブの部屋の撮影をしておりますね。ランバージャックのスタッフさんにもめちゃくちゃ協力してもらっているおかげで、幸い今のところこれがドッキリだとバレてないでしょう。3年撮影を支持してますね。あ、こんな感じなんや。あ、バカな顔してるんだろうな。そろそろ1本目の撮影が終わるんじゃないかと言われてますので、僕もねレジ前でスタンバイしたいと思います。いいリアクション頼みますぜ。え、怖いんだけど。のぞき穴です。のぞき穴かい。のぞかんといて。あ、いいね。のぞかんといて。どこ見てんねん。ランバージャックさん、はい、来てまして。はい、いや、そうですよ。実はですね、はい、なんかすごい声帯が入ってるっていうのを聞いて。え、なになに。2階にね。うん。でもミモがこのままやったら行かへん可能性あるから。あ、すごいね。俺もう絶対見たかったよ。マジっすか。で、なるほど。それをね、ちょっとまあ10分ぐらいなんで、はいはいはい、今撮影中ですから、ザカブの部屋の。で、なんか噂では5時ぐらい、6時ぐらいにはなんかもしかしたら購入されるみたいなんで、いなくなっちゃう可能性があるから。え、なになに。だから早くもう行きたくて。え、本当に。いや、めっちゃ気になるよね。いや、もうマジ絶対びっくりすると思う。マジっすか。いや、マジで結構ビビるんじゃない。え、なんだろう。フェネックとかね。僕はフェネックとか、フェレットとか、まあプレイリードッグとか、はいはいはい、リチャードソンジリスとかが好きです。そう、な、予想は何かある。え、それ僕好みっぽいですか。好みかどうかで言うと、もしかしたら好みじゃない、けれども、なるほどね。あの、テンション上がると思う。気中系か。ああ、なるほどね。あの、いや、でも気中でテンション上がることあんまないだろうから、なんか青い、おおおおおお、青いなんかトカゲ。ああ、なるほどね。蛇系みたいな。あ、いいよ、そうかも。ちょっと行ってみよう。まあ、まあ、入ってる。奥の方にいるかな。いいのか。もう、まあ、うん。お久しぶり。いらっしゃいませ。え？意味がわからなすぎる。え？どういうこと？え？いやいや、違う違う違う。テクノロジーを取り入れよう。いや、なんでないでしょ。仮置きしてないでしょ。やりたい。なんで、なんでチンチンいるんすか。なんで、なんでチンチンいるんすか。なんで、なんでチンチンいるんすか。チンチンじゃないよ。これ、一ボケ目これか。あ、なんかやってたんだ、企画。これ、コンチハウスの動画です。コンチハウス。マジかよ。のどき穴、のどき穴じゃないんかい。え、知らない。全く。全く知りませんが。知らないけど、うん、え、ランバーシャックでバイト始めたんですか。はい。そう、今日初日、たまたまクワカブの部屋が15日来るって聞いて、はいはい、で、八丸が15日が初日って聞いてて、はい、俺速攻連絡して、あいつ来るぞ。覗き穴じゃない。おい、これどっちの案件やろみたいな話をしてた。そうそうそう。笑してよ。俺前ね、三森が映るのが最適にいいから。いや、マジ。覗き穴の戦力として貴重なのに。一応。あ、取りに行こうとしてる。まあ、八丸がいて、はいはいはい、まずどんなリアクションをするのか、はいはいはい、それを見た一発目のボケは何だろうか。最悪。お前の一発目のボケ、チンチンやった。あ、熱いけど、チンチン使われるってことですよね。チンチン使われる。使わないといけない。やった。やった。なんでやった。やったようにチンチンって言った僕を映すことができた。もし万が一の久保さん休憩パターンとか、うん、え、連絡取り合ってたの。しました。今休憩時間なんだ。
そして休憩時間だな、はい、で監視カメラで井森くんがなんかあの入り口前でこんなことやってるサムネも上から見てたんやあでも全然思わなかった、はい、すごいな、よかったよかった、告知というかね、働き出しました的な動画も込み、はい、なるほど、せっかくなそうそうっていうい い, いの、いや俺だから、まあ、整体を、うんっていうので平岡さん回したら覗き穴ですって言って、うんうん、だからいよいよ覗き穴にドップしかと思ってそれしかそれしかああなるほど二重で苦しいんですまだ始まる派閥かお前は俺はどっちにもまあいいように言ってるすごいな一万円ずるいじゃんこいつ、うん、ああ頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、おそらく火曜日が多分中心になると思うなるほど、はいはい、支柱が欲しかったら僕の方へいらしてください、クワタブが欲しかったら僕の委託のところに来てください、どっちも気に食わなかったらそれ以外教えてください確かにいっぱいありますからねお願いします、ジャンバジャスさんもめちゃくちゃ協力してくださったんで、ドッキリ、はい、そう、ありがたい、休憩時間どうしようとか、あんまり外に出さないようにそんなスタッフにも特殊生態だよ、こいつみんなでそうなんか一生懸命作ってあげたら最初のポケチンチン入れるどんなやみんなも多分予想したと思うねんな、視聴者もいやだから俺もう完全に覗き穴のテンションだったのもよくないあーそうね、昆虫ハウスっていうのを事前に聞いてれば、うん、多分おちんちんって言ってたあ、丁寧にちょっと丁寧にすんだよ、あ変わらないこいつすぐ切るからなはい、この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします、僕のチャンネル全員欄に貼っております、はい、貼ってます、ランバジャックさんのお店情報も、はい、ご視聴ありがとうございましたありがとう